古木工場は、尾張国海にしごりにあった、日本の城、小木工場とも書かれる。永六年間に、織田信長の四番目の弟、織田彦七郎信沖によって築かれたとされる城で、伊勢長島の一行胸のお祭として置かれた。元気元年九月、本願寺と信長との間で、石山合戦が始まると、長島でも門徒勢が放棄。長島城を落とした。 門戸勢は11月16日、古木工場を襲撃した。信沖は、信長や桑名城の滝川一松に援軍を要請したが、信長は、浅井長政、朝倉義景の軍勢と延暦寺の総兵によって、大津に足止めされており、一向胸に攻められて牢城していた一増、一松も援軍を出すことができなかった。6日後の11月21日に、 古木工場は落城、信長後期によればの武器は矢倉に登って自害したとされるが、地元では場外で撃たれたと伝わっている。その後、城は廃城となった。城石の周辺は森川花橋殿となっている。城があったと伝わる周辺は農地などになっており、遺構は残されていない。城の縄張りなども不明である。 なお、現地に鎮座する富岡神社は、城の鎮守として置かれたと考えられている。法歴2年の長州府市では彦、七郎の居城を古川城と記しており、古木工城とは別の城であったとしているが、天保15年の尾張市ではこの説を否定している。なお、愛知県教育委員会の資料では、大森村にあった城が、下、古川城、下古川村にあった城を、 古川城としている、ありがとうございます。